皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2014年公開の、プリデスティネーション。現代、プリデスティネーション。監督と脚本はマイケル・スピエリッグとピーター・スピエリッグ。主な出演は、イーサン・ホーク、サラ・スヌーク、ノア・デーラー、など。1970年、ニューヨーク。バーを訪れた青年ジョンは、バーテンダーに自分の人生を語る。それは女性として生まれて孤児院で育ち、付き合っていた流れ者との子を宿すも彼に去られ、さらに赤ん坊を何者かに誘拐されたという壮絶なものだった。というストーリー。ロバート・A・ハインラインによる短編小説、輪廻の蛇を原作とした、終わった後にもう一回見直したくなるタイムトラベル作品の傑作。矛盾がないようにかなり練られたストーリーは、複雑に絡み合う SF 作品が好きな人は必見。鶏が先か卵が先か。タイムパラドックスが秀逸。異なる時代が描かれるが、全体的に映像も美しい。ネタバラシの内容は、映像的にちょっと無理がある面もあるが、映画的にはありかな。ということで、評価は。Thumbs up!